はい、今回は横浜市教育委員会が裁判傍聴席を関係者で埋め尽くしていたことが判明した。ヤバいニュース、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、ちょっとニュースで、えー、こちら注目されているんで、ご存知のリスナー様もいらっしゃるかと思いますが、また、あ、だただただひどい、えー、こういった人間がまあ、教育現場にいること自体えー、まあ、どうかしてますね。 まあ教育委員会と言ってますけど、教育を語るなって思いますね。まあ、僕はあの教育を語りませんけど、勉強も嫌いなんでね。えー、っていうか、もうそういった以前の問題ですよ。あの人としておかしい。そしてそういった人間が子供に何を教えるのかも意味がわからない。で 今回この件っていうのは東京新聞かな東京新聞のスクープで上がってるんですけどまあとてもいいところをね、えー、この東京新聞あの切り込んでると思いますがまずもう本当に何、うん、て言うんでしょうね、えー、腐敗しきってますね本当にもう腐りきってると思いますでどういったことかっていうとまず順番に、まあ、ニュースもあるんですが SNS でもですねいろんな意見が出ておりましてまあ、あそこら辺から一つずつ考えていこうと思うんですが このニュースの中でも出てきますが保護者からの要請だったとかっていうんですが明らかに嘘でしょ、うん。自分たちの不都合なことを隠していたわけじゃないですかこの横浜市教育委員会って。で多分ですけど別の方がこの一般人が投稿してるんですが。 あのこのこの今回のこと以外にも学校の中でですね、えー、まあ「い」があっても生徒同士でね演出はそういうことがあってもそういったことも隠してるんですよだからこれ教育委員会というのは闇があるんですねまあ、どういった闇なのか分かりません、うん、横浜市だからなのか教育委員会だからなのか分かりませんが明らかに組織的にやってるんですよ あの非常に悪質なわけですね、これ、東京新聞の方ですね、よくこの,このことに気づいたなと思って、僕、すごいと思ったんですけど、このニュースを見ていてね、んだから組織的にあのやったことがわからないように、えー、裁判所の前で、えー、待ち合わせしないとかっていうのを事前に連絡されていたということで,で、明らかにおかしいんですがあ、この裁判に行く関係者の旅費まで出ていたってニュースにあるんですよ。 これあの仕事の一部としてこういうことをやっていたんだろう仕事の一部としてこういうことをやっていた、やらしていたんだろうこれあの、どうにかして解体しないとダメだと思いますけどねあの <coughs>、誤って済むことではないですから、この何か不祥事、そういったマイナスになる人間が出てきたら、そのことが世間にバレないように、組織的に隠していた、隠し続けていた、だから証明ができませんが、もちろん憲法違反の可能性っていうのが出てくるわけですよ。 完全に憲法をを無視しててここういういいとやってるわけじゃないですか。事務たちの都合の悪いことは隠す、うんで。そういった人間が教育を語ること自体は間違えていますから、まあ、教育委員会ってわけわかりませんけど、うん、何なんだろうなって思いますよね。でこれまあ何かっていうと、わいせつなことをした教員の裁判にね、まあ、単純に言うと、もう要約して言うと、わいせつなことをした教員の裁判を一般人が見に来ようとしたら、その一般人の席を、ねえー、こう入,れ入れさせないため、一般人に席を用意させないために、 えー、人を動員して、ですね、えー、その一般人を傍聴席に入れないようにしていたっていう、まあ、それが今回の話なんですよ、要約するとね。でえーまあ、そうなんですが まあそれに関して、えー、いろいろ、まあ、SNS でもニュースでも話題になっているということで,でこの多分ですがこれがきっかけというかこの東京新聞のこの方がですね、えー、なんていうのかなこのかこ疑問を持ったことからこのことが分かったということなんですけどいやこの東京新聞の記者はあのすごくあの鋭いですあのいいところを、ね、見ているなと僕はあの調べていて思ったんですが横浜地裁の,その傍聴席がマンス あの満席というか、あねえーまあ、席全部埋まっていたということで、でこの1人の記者がです、ね、ちょっと違和感を感じて、傍、え、聴、ー、している人間の後をまを、あ、追っていったら、あ今日この、ね、横浜市の教育委員会の人間であるということが分かったとっいうことですねであの、ここで疑問を持ったらしいんですよ、組織ぐるみでこういうことをやってるんじゃないのかなとか、ただ、この時点では何も根拠も何も手がかりがないと。 でえー、どうするのかって言ったら、この、ね、4月の後半の後に、東京新聞の,この記者がですね、えー、傍聴人の後を追っていって、えー、そのどういう風になってるのかっていうと、その横浜市の港、ねえー、南区っていうのかな、横浜市港南区の教育事務所に、えーまあ、入るビルに入っていったと、でここで、えー、思ったんですよね、えー、傍聴してるのはあ市の教育職員で。 えー、実はあね、えー、そ,うそういったものが全てグルになっていると確信したっていうことで,でこの東京新聞の人がですね まあその一部始終の情報かあの開示を求めたんですが、答えなかったっていうようなことで、うん、この東京新聞のこの記者、すごくいい仕事してますね、こういった人がマスコミに必要です、あのいろんなことを隠すから、組織ぐるみで隠すんで、それをおかしいとまず思うこと、で思って、こういった、まあねえーまあ、なんていうのかな、まあ、調査っていうか、まあリ、リサーチに入ること、でそうしないと、こういう隠してることってのはずっと分かんないんですよ、だからとにかく隠し続けるわけじゃないですか。 で今回はこのことを、まあ、東京新聞の方が疑問に持って、えー、まあ、まあ、その、なんていうのかな、報道っていうか、報道につながったということで、本当に、えー、素晴らしい、えーね、仕事をされているとあの思いました。調べていて、本当にすごいなと思,思いました。で、まあ、ニュースっていうか、まあ、SNS っていうか、さまざまな分かりやすいよ、えーまあ要約内容をお伝えしますと、横浜市教育委員会が5月21日、 2019年から2024年4月にかけての横浜地裁の後半でですねまあ教員の歪説事件で多数の教員を動員して法廷の傍聴席を埋めて一般の人を傍聴できないようにしていたっていうことが分かったんですね。 でこれ発表したのか、あこのことがあ、ねでえーまあ、そのことに関してプライバシー保護を求める被害児童生徒側の要請を受けたあで教員を保護しようという意図はないで絶対にでたらめじゃないですかふざけんなって話ですからね何あの先ほど、まあ、この話だけでもまあおかしいと思うんですが交通費を出し,出して出させてまでわざわざ、ねえー、この傍聴席を埋めていたということで意図的じゃないですか。で行き過ぎで、えーねえー、一般の まああの傍聴の機会をあの、ねえー、損なって申し訳ないと思ってこんなことここの中で思ってねえだろってふざけやがってって思いますけど、うん、わざとやってるんですよであの当たり前ですがこの東京新聞の方はこれスクープしなかったら分かりませんからやり続けていたっていう、えー、その可能性が高い、えーまあ、ニュースなんですねでこの職員を動員したっていうのは強制わいせつ罪に問われた小学校の校長あるいはですね他にも教員が低告なった4件の、まあ、裁判ということで でえー、こ,のこの地方裁判っていうのは大きな事件以外は先着順ということなんで立ち見は認められないということなんですよだから先着順ということなんで先にあの、ね、並んでしまって先に埋めてしまったらもう終わりじゃないですかそれをやってたんですよ非常に悪質ですよね、うん、2019年に3回、えーねえー、2024年かな <laughs> に8回の11回あったんですけど、まあ、そこに、えーね、このニュースにありますが 学校教育事務所とか人事担当部署から毎回傍聴席を埋めるように50人を出張させていたというわざとじゃないですかわざとっていうか意図的っていうかこういうことやってたわけじゃないですかこれ金どっから出てるのかと思いますけどね、うん、あの繰り返し繰り返しこんなことやってるんだったら金もかさむじゃないですか、うん、なんだかわけわかりませんけどで実際こういうふうに出てるんですよ 2019年は延べ125人に命じその後は371人が地方裁判所に行ったと旅費,を支給旅費を支給する場合もあった自分たちの都合の悪いことは傍聴席を埋めるでその傍聴席を埋めるために旅費も出す、うん、やってることが組織的なあ悪質な犯罪ですこれ普通に。で どういうふうに動員したのかっていうと、2019年の後半で被害者の報告者が一般、傍聴者の事件に、えー、内容を知られることを望まなかったとかって言ってるんですそんなことじゃないじゃないですか。自分たちがおかしいことをやって、それを、ね、裁判で白黒つけるということで、それを隠すっていう時点でおかしいのもいいところなんですよ。で、えー、このなんかしょうもないわけのわかんない言い訳を言ってね。うん、で、非常に悪質なんですがここ、ここにニュースにあるんですが、 関係者が集団で来たことがわからないように裁判所前での待ち合わせは避けてという要請がなされていたということで明らかに組織的じゃないですか。何がこれで教育だって話ですよね。意味がわからない、うん、この教育を語ることがね。で、えー、まあこれに関して、えー、教員が懲戒免職となり、えーまあ、実刑を受けて必然に試職している人間もいるということなんですが懲戒免職とか試職したから済むことではないですから。 まあ、このやった人間もおかしいですが、これを意図的、組織的に、えー、この組んで、こういうことをやってる、このね、えー、教育委員会ですよね、うん、でこれに関して、やはり、えー、多数の意見が出ておりまして、よあの教員のわいせつ事件の裁判あ、一般人が傍聴できないように、えーね、職員が傍聴席を埋めたとで、これもやはり思ってる方がいて、SNS で投稿していたんですね。 教育委員会自分の身内を身、自分の身内を守るためには何でもする、うん。本当に最低な人間たち。そう思います。っていうか、こういう奴らが教育を語ること自体おかしいですけどね。うん、まあ、子供に対していいこと、悪いこと。うん、お前らがやってることは悪いんだよ。うん、わけわかんないからよで。わかんなかったらずっとやり続けるつもりだろ。 そういったことに関して、えーまあ、あ今回分かったということで、まあ、いい話と、まあ、い,い,いうかねその東京新聞の方の,あのいいニュースなんで、まあ、僕はそう思って取り上げてるんですがでこの言い草っていうか言いいいい草うか訳がひどいんですよね。被害を受けた子どもたちのプライバシー情報を漏れることを防ぐというんですがそうじゃないでしょう自分たち教員の不祥事とか下悪さそれを隠すためでしょう隠蔽体質そのものじゃないですか。 本当におかしいとしか思えない。で、これ、教員が辞めたからです。すみませんからね。うん。教員が辞めたからどうとかっていうことが問題ではないんですよ。まあ、それも問題なんですけどあの、組織的にこういうことをやっているってことで、で、その僕が言ったことも、えー、全然ニュースには出てないんですけど、金どうしたんだろうね。うん。だって皆さんも思うと思いませんか 毎回裁判のたびに遠くから人をね、来さして、その金、えー、ね、1人じゃないじゃないですか、うん百人でしょ、その金は何、どっから出てんの、その金っていうのは、おかしいじゃないですか。で、そういったことがま、また別のところで言われてるんですが、それをちょっと考えていきます。東京新聞のこのスクープってことで、横浜市教育委員会の違法な行為が明らかになったと、教員による児童挨拶の裁判に職員を動員し、一般の人たちが、 傍聴できないように、回500人をまあ、ねえー、まあ送り込んでいたっていたうことですねでさらにだからここですよ、この東京新聞がすごくあのいいことを報じてますけど、あの交通費も出していたし、日当まで支払っていた、この間どこから出てるんだって話ですよ。でさらに、あの生徒の自丸を隠していたんでしょうね、あの生徒が20人以上自丸したんですが、そのことも調査せず。 隠していた、隠蔽していた、あそして、えー、いい丸目があったことも隠していた。っていうか、だからこの横浜市教育委員会とかいらねえだろう、うん、こういう子どもの問題を隠すんだからこう、本来はこの教育委員会っていうのはこういうことを悪化して調査する、えー、立場に、えー、いる人間が隠してるんだから、で隠すためだったらね、えー、金まで出す、交通費まで出す、日当まで出す、それをなんだ、仕事としてるのかって話だからね。うん だから何が起きてるのかっていうのは僕たち国民にはわからないんですよ。それでね、こういった被害になった子供の、例えば子供とか親御さんがですね、泣き寝入りしていたら、もうずっとわからないままじゃないですか。だからこういった人間たちが教育の現場にいること自体、僕はおかしいと思いますけどね。で、えー、あのさっきお話ししたんですが、 辞、まあ、めるっていうのは当たり前なんですよね。その教育長を辞める、辞めさせる、あるいはですね、その教育委員会の,、まあその人事とかも変えさせるってこともあるんですが、その組織的に、えー、裁判所の前で、えー、ねあの、来たことがわからないようにしたりとか、あるいはその交通費を出したりとか、日当を出したりとか、だからこれ、横浜市教育委員会が組織的にやっていたんでしょ。うと、ん、いうか、これ解体しろよ、この横浜市教育委員会って、えー、このクズみたいな、この集まり。なんだよ、こいつらと思いますけど。 で最後にちょっともう一回ね、ニュースをまあ見ていこうと思うんですが、まあ、同じようなニュースなんですけどね、まあちょっとそれを見ていこうと思います。この強制わいせつに小学校の校長が問われたと、それ以外にもまあ、4件、まあ、裁判があったということなんですね。でこの あの地方裁判では、あ注目事件というのはあ抽選えー、だ,だ,だけれども、そうではない場合は先着順ということなんで、先に、えーねえー、この傍聴席を取ったらもう終わりなんですよ、一般人は見れないわけですよ、でそこに、えー、その教育委員会、あるいはその関係者を配置してです、ね、わからないように、旅費を出して、日当を出して、ねえーその、事前に注意事項とかっていうことで。 みんなで来ていたことがわ分かるとまずいんで裁判所前でのお待ち合わせは避けるとかって明らかに意図的じゃないですか本当にあのねえ何、ー、て言うのか分かりませんがやってることが最低で、えー、見下してますこれでよく教育語るなと思いますけどね強制わいせつに問われた神奈川県内の元校長の裁判ということで、まあ、この元校長が何かあったのか知りませんけどお全部ねこういうことを調べてこの東京新聞の人もそうですが明かしてほあのもらいたいと思いますね 先着順ということで、入り口にはです、ね、スーツ姿の男女60人が並んでいたということで、でこれっていうのは、傍聴席は48席しかないということなんで、これ、60人が並んだら入れないじゃないですか、だから、あのまあ、明らかにおかしいと、そんなにしかもだって注目の件ではないからね、で別の裁判でも、傍聴席はスーツ姿の人間で埋め尽くされていたと。 でえーまあ、明らかない異様なあ状況だったということで、まあ、ここに東京新聞の方が気づいたんでしょうね、組織的にこういうことを行っているという、非常に悪質です、悪質かつ犯罪行為、えー、憲法違反の可能性も当然あるので、まあ、この件を、ね、どん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 東京新聞の方とか、あと他のマスコミが追及すればいいんですけど、まあ、裏にちょっと何があるのか分かりませんけど、ゆ、まあ、歪みきってますよね。うん こういういいい歪んでるる人間が教育を語るのは本当におかしいと思いますよ。別に僕はあの勉強が苦手なんで教育とか語りませんしよくわからないんですけどただこの横浜市教育委員会っていうのは教育を語る以前に人として狂ってる、うん、異常でしょ普通に自分たちがあおかしいことをやってそれを隠すためにえ自分たちのねえ、まあ、その関係者を動員して、うん、その関係者に金を払ってわからないようにしてわからないような、まあ、入念なことを打ち合わせしてってどうかしてると思いますね。 と、えー、いうことで、えー、このニュースがですね、ちょっと注目されているんで、調べて、えー、思うことをお話しいたしました。まだ、あー何か、あのー、ね、分かることもあると思うんで、また分かったら、あこちらの件お話ししようと思います。多分リスナー様も、まあ、ちょっとこれ、注目されているニュースで見られた方いらっしゃると思うので、まあ、参考にしていただける点があれば、何よりです。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。